445C のポコポコパワーショルプルオーバーです。お色がホワイトとパープルの2色展開で、お値段税込み3990円でございます。実際お見せすると、今ゆうちゃん着てる方がパープル、はいはい、そして私が着てるホワイトの2色展開で、お値段税込み3990円でございます、はい、じゃあおすすめポイントお願いします。はい、これはね、またちょっとパフっぽいやつなんですけど、これはね、これまたお素材がめちゃくちゃ可愛いんですよ、うん、なんかポコポコってついてるんですけど、なんかね、編み編みになってるのが、なんかこういうさ、伸縮するさ、なんかあるよね、うん、なんかなんか紙でこうシュクシュクシュされてる、ちょっと伸びるやつみたいな。あー、生地でなんかね、風呂敷みたいな、なんか伸びるやつ、何言ってんだろうなんかそんな感じで、なんかちょっと編み目のやつが絶対的に立体になって、横にしたら分かるかな、立体になってポコポコなっていて、うん、めちゃくちゃ可愛いです。で、透け感もね、ちょっと白はやっぱあるんですけど、そうね、めちゃくちゃ可愛い感じでございます、うん、はい。で、なんか首もちょっと首もなんか適度な U ネックなので、うんうん、なんか V ネックとかだとちょっとレディーっぽくなるんですけど、ちょっと U ネックなので、そこもあんまりはいい感じかなってなっております。首もなんかごぶそでか、ごぶそでぐらいあるので、なんかあの程よいかな、一番ちょっと太いところも中途半端にはならないので、程よい丈感でおすすめの一枚でございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、うん、そうね、トチさん名前がめっちゃ可愛いって、可愛いポコ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 です。可愛いでしょ、うん、です。あ、すいません、さとこさん、コメントをちょっと私たち見落としてるかもなので、もう一度コメントいただけたらと思います。すいません、うん、ね、あ、ベンチャさん、ホワイト透けるけど絶妙な透け感で可愛いって、うん、ね、でも結構今年これぐらいの透け感のトップスってすごい多いので、うんうんうん、これは全然なんかいやらしさも感じられず着やすい、そうそうそう、で意外とこれはあえて透けさせて着てほしいなと思います、うん、はい。あ、ちささん、ちりめん素材かな、あ、かもしれない、そんな感じのやつかもです、うんうん、はい、あ、わかりますって言ってくれたありがとうございます、ちりめんさん、そうなんですよ、うんうん、あ、ね、しげさん、やっぱりボクちゃん履いてて黄色のスカート可愛いって、可愛いでしょ、可愛いんですよ、これ多分大半がね、あとちょっとだけあるんですけど、そうそう、黄色だけちょっとだけ残ってたと思います、うん、残ってると思います、うん、私も履けば履くほど黄色が可愛くなってきた、いや、本当にでございます。今はね、着回し時間ではなくて、これも紹介はしております。あとバッグか、そう、ボストンバッグを紹介してから、あの着回しをしようと思っております。これね、あとこれ紹介します。はい、その T シャツ素材はしっかりしてますか？なんか綿みたいにしっかりしてる感じではないんですけど、素材がね、ポリエステル98とポリウレタン 2% か。なので、なんかさっきの T シャツ、あ、フォーダーの T シャツ取ってますか？すいません、すいません。やっぱこう、あ、やばい、取れてしまった。危ない、危ない。でもこっちがやっぱり普通の皆様が持ってるような T シャツなんですけど、それと比べるとやっぱちょっとブラウスっぽいというか、ちょっと軽い素材っていう感じかな、言葉が全然出てこない、やっぱ若干透け感もあるので、なんか軽やかに着ていただけるかなって気がします、うん、うん、します、はい、はい、あ、よきさん、ピンクより紫よりですか、読んでない、あ、読んでない、あ、これはね、でも結構あの、うん、確かにピンクパープル、あ、確かにピンクパープルって、確かにハイチュウって感じかな、あ、確かに確かに、なんかピンクパープルのね、うん、そうですねそうですね、なんかパープルほど濃くないかも、うんうんうん、ちょっと薄めのパープルって感じが、本当ピンクとパープル、ピンクパープルが一番合ってると思います、はい、はい、あ、サリーさん、このトップスお洗濯できますか、少々お待ちください、お洗濯はね、お洗濯できます、お、はい、お洗濯していただけるトップスになっております、バッグの紹介はね、この後しようと思うので、まさしお待ちください、私もこれは狙っております、まさしお待ちください、うんうん、さっき、コメント読めてるかな、うん、あ、ピンク、皆さん、ピンクはブルベさんすごく似合いそう、あ、確かにブルベさんかな、おー、かも、うん、かもしれないです、うん、そうね、ね、でもゆうちゃんは似合ってるから、ゆうちゃんやっぱブルベ説あるね、ブルベ説ありでございます、うん、
あ、全然でございます。なんか全然質問は本当に読みますので、はい、ちょっと見落としてたらすいません、もう一度、はい、あの言ってもらえたらと思います、すいません、うん、あ、もしかしたら白のさっきのピンクパンツも良さそうですね。あ、確かにね、これね、確か私白と白やけど、うん、うん、あ、ピンクのパンツでちょっとカラーものが苦手な方とかはボトムから始めてもらった方がいいかなと思います。ね、うん、これも間違いなく可愛い、可愛いね。私最初これ着てたんですけど、意外と可愛いかなと思ったんですけど、ちょっとやめたんですけど。え、なんか小物とかを黒とか白にしたら、そうそうそう、うん、可愛いかな、カラーで。うんうん。もうこれは間違いないですね。うん、間違いないですね。白のトップスにこれは、うん、間違いなく可愛いでございますよ。はい。うん、そう、おすすめでございます。はい。そう、洗濯できるのはね、素晴らしいですよね。結構着やすいので、パッて着れる気がします。しかも今から全然夏まで着れるし、若干だから綿とかは伸縮性はないですけど、なんか若干こう、伸縮性があるかなって感じで、ちょっと伸ばすのあれですけど、わかるかな、若干このポコポコが伸びるので、そこが結構綿、Tとの違いかもですね。うんうんうん、この色がね、絶妙で可愛いですよね。私パープルっぽい色結構好きなんですけど、結構画面で見るのと同じような色で、とても可愛いでございます。ちょっと大人っぽい着こなせができるのでは、何かと。そう、ピンクピンク可愛いんですよ。そうなんですよ。あ、後ろにある帽子を合わせても可愛いかな。あ、絶対可愛い。絶対可愛い。私こっちの色持ってるんで、こっちにしよう。それはね、明日再販でございます。お、明日の7時から。夏休みって感じですね。ね、かわいい、かわいい。ちょっとおで、あのお散歩じゃとかおいいかも。確かに、うん、でも今年とかやっぱ多分室内より外にいる機会の方が多分皆さん多いと思うので。そうですね、なんか近場の公園とか、うん、スーパー行く時とかこの帽子はかぶりやすいし、うんうん、私もゴールデンウィーク予定ないんですが、散歩しようと思って家に引っこもりやったから、うん、散歩しようと思ってやったら、こういうのがやっぱりね、うん、UV、そう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 、 UV カットは入ってないんですけど、結構やっぱ唾があるだけでも多分全然違ってくると思うので、うんうん、私も買おうかなって思ってます。はい、はい、あ、かわいい帽子をいくらでしたっけ。あ、調べます。 ありがとうございます、はい、少々お待ちください。ね、あ、そのピン、ピンかわいいですね、パープル、うん、ゆうちゃんその色似合う、顔色よく見える、ブルベ冬じゃないって感じがする、ね、あ、すごい、そうなんだ、ね、ゆうちゃん意外とブルベ説あるんですよね。そうですよ、ずっとね、こんなになんか顔結構肌黄色いんですよ。いやいや、でも意外と関係ないらしいですよ、肌の濃さとかは、うん、です。あ、さとこさん、ゆうちゃん148センチくらいの華奢な人向けのボトム伊豆市にあれば教えてほしいでしたので、ちょっとゆうちゃんに後ほど紹介してもらいましょう。これか。なんだっけ、なんだっけ、ごめんなさい。あ、148センチくらいの華奢な人向けのボトム、あ、これ、うん、そういうのあった。あ、そう、100Mとか結構いいかもです、うん、私結構これ可愛いんですけど、ちょっと丈短いから、ちょっと私もうちょっと欲しかったなっていうのと、結構細めなので、うんうん、148cm さんの方だったら、めちゃくちゃ綺麗に履いていただけるんじゃないかなと思う。100Mの印刷で人気のやつ。いいでございます。よかったら見てみてください。はい、